巨大ロボットに乗るというのをですね、実際に実現してみました。このハンドの内部フレーム、すべてメビーで作りました。アーカックスという高さが 4.5 メートル、重さが 3.5 トンのですね、大型の新しい乗り物を作っております。実際にハッチ開いて中に乗り込むこともできますし、モードチェンジをして変形して走ることもできます。まあ、一番最初のきっかけは本当に、日本ってやっぱり自動車産業だけじゃなくてですね、アニメ産業、ゲーム産業、ロボット産業すごい得意だと思うんですけども、日本の文化をですね、海外にこう発信していきたいという意味で、それらの日本の強みをですね、圧縮したような、そんなプロダクトを作りました。今回一番大変だったのは、要はデザインとシステムの融合っていうところで、しっかり動くものを作るのは当たり前なんですけども、かっこよくあってもいなきゃいけないと、そういうところでですね、結構複雑な形状のものが多いし、なおかつパーツ数もすごい多いので、1個ずつ図面出したりしてると、要は間に合わない。メビーさん使わさせていただいて、図面にする起こす時間とか、業者さんとやり取りする時間が全部まるまるなくなったので、その分試行錯誤の時間に回したの で、主にですね、ハンドの中に含まれている複雑な 3D 形状の板金とですね、あと胸の、ハッチが開くときに使われるリンクのですね、厚さ16ミリの、板金パーツ、あとですね、頭の部分にある外装を取り付けるためのブラケット、あとはその他ブラケットを取り付けるための 3D 形状のもの、各種いろんなところに使わさせていただいております。一番嬉しいのは、金曜日の夜に図面変更したいってなった時に、通常であれば業者さんとやり取りをするので、次の返答が月曜日ってなってしまって、それだけでも3日空いてしまうと、そこがですね、メビーさん使わさせていただければ、もう15分後にもうできるかできないかも分かりますし、発注するかしないかも選べるので、もうそこはかなり大きいです。まずは本当に搭乗型ロボットっていう新しいジャンル、新しい乗り物でですね、ビジネスを成り立たせていくっていうところでですね、本当に面白いものっていうのをですね、世に出していければなと思っております。